朗報、井上康太。井上一軍か、よく掛布が自身の昔話で語ってるように、掴めるときにチャンスを掴め、だな。井上はレフトスタメンで使うと良い、せっかく調子いいしな。井上一軍昇格マジか、やったぜ。小野寺も総やけど前川もパニックやろ、打率ないと使ってもらえないと思ってヒット打ちまくるたびに干されてノイジー固定化してくんやから、井上上げたところで同じ繰り返しになりそう。しかも打席6に与えられないから球も見れず調子維持できないし。代打も大抵相手のクローザーとか球速いやつやからな。バッティングおかしなるわこんな。小野寺なんてチャンスらしいチャンスすら与えられないし、ノイジーは我慢して使うくせに前川はちょっと打てないとすぐ外すし。だいたい今は、ジーと前川のスタメン比率7:1くらいか、前川流行ってられんだろうな。